ワーテルローの戦い第二次百年戦争は、ヨーロッパ内の国境紛争と王位継承、主に北アメリカ大陸を舞台として、南アジアアフリカを含む海外植民地の争奪、そしてそれらに起因するアメリカの独立、フランス革命、ナポレオン帝国を背景にイギリスとフランスの間で繰り広げられた一連の戦争の総称である。イギリスの歴史家 J.R. シーリーの命名による。一連の戦争の結果、イギリスが優位に立ち、後世、パクス・ブリタニカと呼ばれる繁栄の時代の基礎を築いた。イギリスとフランスの間の戦いであったこと期間が100年余りに及んでいること以上の2点により、中世末の英仏100年戦争になぞらえて、呼称される。両者は共に、特定の戦争を指すのではなく、当事国同士の一連の戦争、あるいは戦争と休戦とを繰り返している状態、そのものを指す呼称である点でも共通している。イギリスの歴史家、ジョン・ロバート・シーリーが、英国膨張史の中で名付けたのが始まりだとされている。第二次百年戦争の時期はまた、イギリスが覇権を築いていった一連の戦争を含む、名誉革命からナポレオン戦争終結までの100年、余りの期間という意味で、長い18世紀と称されることもある。スペインの征水、無敵艦隊の敗北1571年に、レバントの海戦で、オスマン帝国の海軍を撃破し、同年ルソン島にマニラを建設、さらに1580年にはポルトガルを併合して、新旧両大陸に広大な植民地を有し、スペインが動けば世界は震える太陽の沈まぬ国と呼ばれたフェリペ2世時代のスペインだったが、1588年にはエリザベス1世統治下のイングランドに上陸作戦を起としたものの、アルマダの海戦で敗北を喫した。イングランドでは1600年に東インド会社が結成され、この後マドラス、ボンベイ、さらにカルカッタを拠点にしてインド経営に乗り出した。北米大陸では1607年、バージニア会社によってバージニア植民地が作られ、1619年にはタバコプランテーションのためバージニア植民地に黒人奴隷を輸入した。オランダの勃興一方15世紀以来ハプスブルク家の所領でカルロス1世、フェリペ2世の時代を通してスペイン領となっていたネーデルラントでは1568年より80年戦争と呼ばれる長い戦いが始まった。この戦争は無敵艦隊の敗北とともにスペイン没落の契機となった。代わって世界の海上権を握ったのが1581年にスペインからの独立を宣言し、30年戦争後のヴェストファーレン条約で正式に独立が承認されたオランダであった。オランダは1602年にオランダ東インド会社を設立して、ジャワ、スマトラ、モルッカを植民地とし、公領貿易を盛んに行って、その拠点をバタビアに置いた。さらに、台湾南部のゼーランディア上、北米のニューアムステルダム、南アフリカのケープ植民地、南アジアでは、セイロン島のコロンボなどを拠点に海外に勢力を拡大する。これによってアムステルダムはリスボンに代わって西ヨーロッパ最大の商業、金融都市として発展した。この小さな国がスペイン世界帝国の広大な版図に食い込み、そこに自らの覇権を打ち立てていったことは驚異的な事実であり、このことはしばしば近世史の奇跡とも評される。アベル・タスマンによる南太平洋探検も行われ、日本に対しては1609年に平戸に商館を置き、後に商館は長崎の出島に移されて、1639年のポルトガル船来航禁止以後はヨーロッパで唯一の貿易国として対日貿易を独占し、鎖国の窓となった。英蘭の構想とオランダの転落アンボイナ島における英蘭の領土を描いた銅版がその間、イングランドではエリザベス一世に後継者がいなかったことから、スコットランドよりスチュアート家のジェームズ六世をイングランド王として招いた。しかし、王権真呪術の信奉者である王と議会とはしばしば対立し、1621年には議会の大抗議が起こっている。なお、1623年にはモルッカ諸島でアンボイナ事件が起こり、マラッカイ島の東南アジア、東アジアのイングランド勢力がオランダ勢力によって駆逐され、同年、平戸商館を閉鎖して、日本との交易からも撤退している。1630年代にはオランダは東インドの王者の地位を打ち立て、これ以降イングランドは記述の通り、インドへの進出に専念するようになる。次のチャールズ一世の代になっても、権利の請願、スコットランド反乱、議会の大乾燥など、政治の混迷は続き、王と議会の対立はついに内戦へと発展。1649年には国王チャールズ一世が処刑されて、オリバー・クロムウェルによる共和制が始まった。クロムウェルは様々な特権や産業統制を廃止して商工業の発展に努力し、中でも1651年にはオランダの仲介貿易における覇権の打倒を期として航海条例を発布し、英蘭戦争を引き起こしてオランダの海上権に打撃を与えた。王政復古後、イングランド軍が北米オランダ植民地ニューアムステルダムを占領したことを発端として、チャールズ2世をいただくイングランドとヨハン・デ・ウィット率いるオランダとの間で第二次英蘭戦争が起こった。戦争の結果、ニューアムステルダムはイングランド領となり、オランダは北米における拠点を失うこととなった。これにより、オランダは大西洋の海上権を失い、次第に転落傾向を見せるが、その理由としては、以下の諸点が考えられる。オランダの主力商品であった、アジアの香辛料の人気が落ちたことをイングランドの主力商品であった、インド産の綿布が大流行し始めたこと3次にわたる、英蘭戦争とフランスによるネーデルラント継承戦争で国力を消耗したこと、依然として豊かなオランダ資金がイングランドの産業に投資されるようになったこととはいえ、17世紀の危機と称されるヨーロッパにおける停滞と混乱の時代は、しばしばオランダの世紀と称されるように、商業国家としての優位を保っていた。英蘭構想の終結第3次英蘭戦争は、フランスの始めたオランダ侵略戦争に、イングランドが協力する形で始まった。1673年、イングランドとフランスは大艦隊を組織して、オランダを襲ったが、オランダの名提督、ミヒール・デロイテルに撃退された。この後、オランダ総督オラニエ公ウィレム3世は、オーストリア・スペインと同盟を結んで、フランスを包囲、フランス軍を撤退させた。戦局振るわず、財政危機に陥ったフランスは、1675年に多額の戦争資金を募り、スウェーデン・バルト帝国の参戦を流した。しかし、スウェーデンのドイツ侵攻は、ドイツ諸侯の反感を買い、その最前線にあったブランデンブルク選帝公は、オランダと同盟を結んで対抗した。ブランデンブルク・プロイセンの交流は、後の英仏の両国関係にも大きく影響を及ぼすこととなる。さらに、イングランド議会では、オランダがフランスの手に落ちればイングランドは、フランス重商主義によって経済的に屈服させられるという声が高まり、チャールズ2世に親仏路線の撤回を求めた。このため、1677年にチャールズ2世は弟ヨーク公の娘、メアリーをウィレムに嫁がせて同盟を結んだ。フランス絶対王政の成立30年余りに及ぶユグノー戦争はフランス国内を荒廃させたが、アンリ4世が即位して、ブルボン朝が始まり、1598年に、ナントの勅令を発布して、国内の宗教対立に終止符を打った。これにより、フランス絶対王政の基礎が作られる。1604年には、フランス東インド会社が設立され、1608年には、ケベック市が建設されて、カナダ植民の拠点となった。次のルイ13世は30年戦争に介入。フランスはカトリック国でありながら、新教側に立って参戦した。この戦争は、ドイツの荒廃、主権国家体制の成立、神聖ローマ帝国の有名無実化、そしてオランダ・スイスの独立を招いた戦争であったが、ブルボン家にとっては宿敵であった、オーストリア・スペイン領ハプスブルク家に対して優位性を獲得した戦争でもあった。なお、1642年にはカナダに、モントリオール市が建設されている。フランス王ルイ14世フランス最後の貴族の反乱となったフロンドの乱が平定された後の1661年には大王ルイ14世の新政が始まり、同年ベルサイユ宮殿の造営も開始している。チンは国家なりの言葉で知られるルイ14世は、領土の拡大は最も気持ちの良い仕事であると豪語して自然国境説に基づき、度重なる侵略戦争を行った。南ネーデルラント継承戦争、オランダ戦争そして第二次百年戦争の皮切りとされるプファルツ継承戦争である。一方東洋進出においても、コレベールが1664年東インド会社を再組織して本格化し、インドではシャンデルナゴルやポンディシェリを根拠地としてイングランドに対抗しようとした。また、北米では1682年にミシシッピ川流域一帯のフランス領ルイジアナへの植民が始まった。ルイジアナの地名は大王の名にちなんでフランス人ラサールによって命名されたものである。イギリス議会王政の成立イングランド王ウィリアム3世、王政復古後もチャールズ2世はカトリック官僚を採用するなどカトリックの復活を企図し極端な反動政治を行ったため、議会は審査率や人身保護率を発して、それを牽制した。さらに次のジェームズ2世も同様の専制政治を行ったため、ついに議会は1688年にジェームズ2世を廃位し、プロテスタントの熱心な信者で、チャールズ1世の外孫にあたるオランダ総督ウィレム3世とメアリーの夫婦を迎えて、権利の宣言を認めさせた。この政変は、流血の惨事なく行われたことから、名誉革命と呼ばれている。ウィリアムとメアリは、翌年権利の宣言を権利章典として発布し、イングランドはこれを機会に、立憲君主国へと変貌を遂げた。1688年、ルイ14世がドイツのプファルツ選定公領に対し、弟のオルレアン公フィリップ1世の妃、エリザベート・シャルロットの継承権を主張して、戦争を起こした。これに対抗して、イングランド、スペイン、スウェーデン、オランダ、オーストリアは、アウクスブルク同盟を結んで、フランスのプファルツ継承を阻止した。北米では、時のイングランド王ウィリアム3世にちなんで、ウィリアム王戦争とも呼んでいる。絶対王政対議会王政、第二次百年戦争は、大西洋経済の覇権をめぐる、英仏間の抗争を基調とするが、生態の上で見ると、ベストファーレン体制成立後の絶対王政フランス対議会王政イギリスの戦いという見方もできる。フランス絶対王政の特徴を以下に列挙する。ボシュエラの王権真珠説を取る典型的な絶対主義王政貴族を王の経済的保護のもとに置き、彼らの政治的権力を奪うことで確立した中央集権体制最小を中心とする官僚制の整備ヨーロッパ最大の常備軍身分制議会を完全に無視王室財政の安定を目的とした重商主義政策それに対しイギリスでは1714年にジョージ一世が即位しハノーバー朝が成立すると王は君臨すれども統治せずの原則が成立し1721年には、ホイック党のウォルポール内閣が成立して、議院内閣制の仕組みが整った。この両者の体制の違いは一連の英仏構想で、ある第二次百年戦争の帰趨にも影響を与えた。16世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパ経済は以下のような諸点で大きく変化した。中世には、地中海地域を中心としていたヨーロッパ経済は、新たに大西洋に面する西ヨーロッパにその中心を移した。17世紀の危機と呼ばれた17世紀を除き、この時期のヨーロッパは人口が増加し、食料や衣服の需要が増えた。そのため、特に農業や毛織物などの産業に熱心であった、フランスネーデルラントイングランドでは、経済が活性化した。経済活性化の背景には、大航海時代以来のヨーロッパ世界の拡大があった。とりわけ、西欧洋にアフリカやカリブ海、北アメリカを結ぶ人と物の貿易連鎖、いわゆる三角貿易の形をとった大西洋経済システムが18世紀までに成立したのである。北米大陸の北部には、フランス人やイングランド人が入植して、狩猟や毛皮の売買を行い、漁業や農業を自営していたが、北米大陸南部やカリブ海の西インド諸島では、スペイン、フランス、イングランドなどからやってきたプランターが、サトウキビ、コーヒーなどを、先住民の強制労働を用いて、西欧人の需要のために栽培した。これがプランテーションである。先住民インディオの多くは征服民のもたらした感染症などで病死し、減免やタバコでもプランテーションが営まれたため、その労働力としてアフリカから大量の黒人奴隷が輸入された。イギリス最初の奴隷貿易は1562年のジョン・ホーキンスによるものであったが、1663年には王立アフリカ冒険商人会社が、1672年にはそれに代わって王立アフリカ会社が設立されて奴隷貿易を担った。1709年に初めて奴隷船を就航させたリバプールは、その後ロンドンやブリストルを抜いて、世界最大の奴隷貿易港となった。当時のアフリカ西海岸では、部族間の対立が続いていた。そこに奴隷商人が来て、部族間戦争の捕虜を奴隷として買い入れ、下記や工業製品を販売した。こうして、部族間の奴隷狩りを目的とする戦争は、激しさを増し、アフリカ社会は荒廃し、人口は激減した。また、大西洋を渡る奴隷船では不衛生で、非人道的な扱いがなされ、病死したり、衰弱死したりするアフリカ人も多かった。北米、カリブ海域のプランターや、西アフリカの部族が購入した、花器、織物、ラム酒、雑貨などは、西欧で製造されたものであり、大西洋経済の利益は、西欧の商工業にもたらされた。この利益を、どの国が掌握するかをめぐり、西欧諸国の間で戦争が続いたのであり、その中でも、第二次百年戦争は特に長期にわたるものであった。第二次百年戦争の経過のあらましを表に示した。王政復古期の1665年に外交官となったウィリアム・テンプル準男爵は日本では文筆の業績のみ取り上げられる傾向があるが、当時イングランドの将来は近代議会制と勢力均衡の外交方針にこそあると訴え続けた点も重要である。テンプルはエリザベス以降混迷を深めたイギリス外交を立て直し、大局的な見地からは、イングランドの国益に沿わない、英蘭戦争を一刻も早く終結させるべきと警鐘を鳴らし続け、両国にとって真の脅威はフランスであることを指摘したのである。ルイ14世を倒した男と言われるテンプルは、イングランド議会とオレンジ公、ウィレムのパイプとなって名誉革命への道を用意したのであった。なお、1660年頃、すでに、イギリスでは後に二大政党に成長するトーリーとホイックが成立しており、議会の権限を拡大させようとするホイック党が植民地拡大に意欲的で、そのためには戦争も辞さない傾向が強いのに対し、国王やイギリス国教会の権限を強めようという、トーリー党の方は外国との対立を回避しようという傾向を持っていた。ウィリアム3世は、プファルツ戦争の最中ホイック党員で全ての大臣を充当したが、続く安城はホイック嫌いで知られていた。18世紀中葉にはホイックの統制が一層強くなり、イギリスはフランスに対し次々に戦争を仕掛けた。その立役者となったのは、妻のメアリーと共にイングランドの共同統治者となったウィリアム3世であった。今やオランダに次ぐ商業国家となったイングランドは、ヨーロッパにおける重要な行為主体となり、他の諸国に働きかけて、対仏包囲網を築いた。ここに見られる、対外方針と外交路線は、1730年代のウォルポールの平和と呼ばれる時代を除き、長い18世紀の時期におけるイギリス外交の基本となった。以下、第二次百年戦争の簡単な経緯を記すが、それぞれの詳細は、表中の各項目のリンク先を参照されたい。プファルツ継承戦争は、第二次百年戦争の発端となった戦争である。イギリスでは名誉革命の直後、ウィリアム3世支持派とジェームズ2世支持派の間で、ウィリアマイト戦争が起こり、ルイ14世をいただくフランスは、ジャコバイト支持の形で介入、アイルランドなどが戦場となった。それに対しウィリアム3世は神聖ローマ、皇帝などによる反フランス同盟の側に立ち、ルイ14世の膨張政策に対抗した。内政において、ウィリアム王は、即位後の数年は、ポイッグ、トーリーの領党から大臣を取っていたが、1694年には、反仏的なホイッグ党からのみ大臣を取るよう転換した。これには、フランスとの戦争を効率的に進めようという狙いがあったとされる。また、ウィリアム3世は、アイルランド遠征や、対仏戦争のための戦費が膨張し、財政難に陥ったため、それを補うために、イングランド銀行の創設を認める特許を与えた。イングランドは1692年のバルフルール岬とラオー郡の海戦において優勢だったフランス艦隊を破り、英仏海峡での制海権を得た。1697年にライスワイクの和議が成立し、フランスはストラスブールとサンドマングを獲得、南インドのポンディシェリとカナダのノバスコシアを回復した。スペインはフランスに占領されたカタルーニャ・ルクセンブルク他を回復し、長くフランス支配下にあったロレーヌ公国は神聖ローマ帝国領となった。イングランドは領土的に得たものはないが、ウィリアム3世がイングランド王として認められ、今後ルイ14世がジェームズ2世及びジャコバイトを支持しないことを約束した。また、スウェーデンはプファルツ家の継承地プファルツツバイブリュッケン公国をフランスより主権奪回した。ライスワイクの和約の後、イギリスはしばらく平穏な状態になったが、1700年にスペイン王カルロス2世がこのいないまま死去したことで、イギリスは深刻な状況に陥った。ルイ14世の孫であるアンジュ公フィリップがフェリペ5世として16歳でスペイン王位に就くことになったからである。フランス・スペインの両大国が合同することは、両国艦隊により、イングランド艦隊が圧倒され、両国植民地によってイングランド植民地が包囲されて、西欧の勢力均衡が崩れ、それまでイングランドに対し開かれていた、スペイン領アメリカ植民地が閉鎖的になることを意味していた。1701年、スペイン継承戦争が始まり、ウィリアム3世は、ルイ14世の攻勢を抑えるため、オランダ・オーストリアとの三国同盟を組織した。1702年、ウィリアム3世が没して、アン女王が即位すると、イングランドの支配層はこれを機に、スコットランド併合を進める政策を推進した。スコットランド国民の多くは反発し、イングランド国内からも反対論があったにもかかわらず、この政策が推し進められたのは、イングランドがフランスとスコットランドとの同盟によって、両者に攻撃されることを恐れたためであった。戦争の最中の1707年、イングランド議会とスコットランド議会が合同して、グレートブリテン王国が成立した。この戦争には、ルイ14世も苦しみ、彼によって何度も和平提案がなされたが、ホイッグ党はその都度これを拒否した。トーリー政権の成立によってようやく、ユトレヒトの和議がなり、スペインとフランスが合同しないことを条件に、フェリペ5世のスペイン王位継承が承認されて、ブルボン朝スペイン王国が成立した。スペインは、ジブラルタルとメノルカ島をイギリスに、ミラノ公国、ナポリ王国、サルデーニャ、南ネーデルラントをオーストリアにそれぞれ割譲し、フランスは、アカディアハドソン湾地方、ニューファンドランド島などの北米植民地をイギリスへ、譲渡した。ブルボン家としては、王冠一つを得るために、数多くの領土を失う結果になった。ユトレヒト条約ではまた、イギリスがスペイン植民地に対する奴隷貿易独占権を獲得した。すなわち、イギリスは年間4800名の黒人奴隷を30年間スペイン植民地に輸出し得るとしたのである。これは、莫大な利潤を得て、リバプールやマンチェスターに資本が蓄積される元となった。そしてまた、奴隷貿易の許可は事実上他の商品の貿易の許可をも意味しており、以後、30年にわたって、イギリスの貿易は5割も増え続けた。北米や西インド諸島の開拓も進んで、砂糖のほか材木、タバコ、米の生産が激増し、これにより、インドで獲得した富がイギリス社会に流れ込んで、インド成金の発言力が大きくなった。ウィリアム3世以来、主としてホイックが中心となって進めてきた反フッツ政策であったが、優れた財政家であり、南海泡沫事件の処理による功績で、第一、大蔵卿となったホイック党のロバート・ウォルポールは、国民的重商主義の見地から戦争は貿易の障害になるとして、平和外交を推し進めた。これは、長い18世紀の中では例外的なことであったが、その失政中にあっても戦争の危機は存在していた。イギリスのジブラルタル領有に不満なスペインはオーストリアと結び、1726年ジブラルタルを奪回すべくこれを包囲した。それに対し、ウォルポールはスペイン領西インドに艦隊を派遣したが、決して相手を攻撃しないという条件が付けられていた。ウォルポールはまた1733年に勃発したポーランド継承戦争にも参戦しなかった。このようにウォルポールは戦争を回避しようと努力していたが、イギリス商人がユトレヒト条約の契約に違反したためスペインが捜査権を行使してイギリス船舶と積み荷を没収したところから再び戦争の危機が訪れた。平和的な外交交渉によって問題解決を図ろうとするウォルポールに対し、トーリー党はもちろんホイック党の一部も反発し、ウォルポール派は多数派を維持できなくなった。1738年、スペイン戦に拿捕された際に虐待を受け、耳を切り取られたとして、レベッカ号のジェンキンス船長が自身の耳の塩漬けを議会に示した。これは一大センセーションを巻き起こし、ウォルポールも議会の主戦論に押されて1739年、スペインに対して宣戦を布告した。この戦争はオーストリア継承戦争につながり、ウォルポールの平和は終焉を迎えたのである。オーストリア継承戦争は、オーストリアのマリア・テレジアの帝位継承を機に、プロイセン・フランス・スペインが一斉にハプスブルク領に襲いかかったことから始まったが、イギリスは、オーストリア領ネーデルラントがフランスの手に陥ることは本土防衛を脅かすことにつながり、また、プロイセンの兄弟化は国王ジョージ2世の故郷ハノーファー公国の危機でもあるとしてマリア・テレジアに擁立した。ジョージ2世は自ら軍勢を率いて大陸に遠征し、1743年のデッティンゲンの戦いでは仏軍を破ったが、同年スペインがイギリス南海会社の持つ貿易独占権を破棄して、これをフランスに与えたため正式な宣戦布告がなされるに至った。1745年、ネーデルラントがフランスの手に返し、さらに同年チャールズ・エドワード・スチュアートがフランスの助力のもとスコットランドに上陸して、ジャコバイトと合流し、手薄になったイギリス政府軍を破る事態となった。1746年、カロデンの戦いでイギリスはこれを撃退し、チャールズをフランスに追い返した。北米では、この戦いは、ジョージ王戦争と称されたが、イギリスのニューイングランド植民地軍が、カナダ東部ケープブレトン島の要衝、ルイスバーグ要塞を陥落させている。一方ムガル朝、インドでは、カーナティック戦争が、英領マドラスと、仏領インドの首都ポンディシェリとの間で3次にわたって、繰り広げられた。第一次戦争では、インド総督、ジョゼフ・フランソワ・デュプレクスの下でフランス側が優勢で、イギリスはマドラスをフランス軍に奪われている。1748年、アーヘンの和約がなり、それによってオーストリアはプロイセンにシュレージエン地方を、スペインにパルマ・ピアチェンツァを、割譲、各国はマリア・テレジアの相続人としての所領の付加分を定めた。国事勅令を確認、さらにハノーバー朝がフランスより承認を受けた。北米では陥落させたルイズバーグ要塞をマドラスと引き換えに返還することとなり、せっかくの植民地軍の奮闘もイギリス本国の国益のために無視された格好となった。また、4年の期限で貿易独占権を回復した。なお、カーナティック戦争は第2次、第3次ともに南インド東海岸の貿易拠点と荷物の集散地をめぐって争われ、オーストリア継承戦争後も続いた。北米でも英仏領勢力の抗争は続いていた。アブラハム平原の戦いで倒れる、ウルフ将軍プラッシーの戦いで勝利する、クライブ将軍、マリア・テレジアは、シュレージエンの奪回を機として、外交革命を行い、1756年に200年来、ハプスブルク家の宿敵であったフランスと防御同盟を結んで、フリードリヒ2世のプロイセンに対抗し、イギリスはブルボン家とハプスブルク家の連合に対抗するためプロイセンと同盟を結んだ。同年、7年戦争が起こり、イギリスはメノルカ島をフランスに奪われ、北米でもオンタリオ湖沿岸のオスイーゴ砦の戦いで英軍要塞が奪われるなど、所詮は振るわなかった。当時のイギリスの政権を担当したのは内政には、詳しいものの外交に疎い初代ニューカッスル公であった。1756年、ニューカッスル公が議会の攻撃を受けて辞任し、デボンシャー公が代わって大蔵総裁になると、いわゆるインド成金の公営で、後世、帝国の地図をいつも頭に持っていた唯一の政治家とも評されるウィリアム・ピットが台頭し、国務大臣として実質的な首相の役割を担った。大ピットはイギリスをヨーロッパの一国として考えるのではなく、世界政策的に捉え、ウォルポールの平和外交を批判して台頭した人物である。大ピットの意見は、すべてにおいて、ハノーバーを軸に考える国王ジョージ2世と合わず、そのことが原因で一旦職を退いたものの、ピット以外に適任がおらず、ニューカッスル公との連立内閣を成立させて、自らは戦争指導を行った。大ピットは、欧州戦線では、フリードリヒ2世に資金を提供して、少数の兵を派遣するにとどめ、北米、インドのフランス勢力を掃討することに主眼を置いたが、その成果は大いに上がった。北米戦線は、欧州の7年戦争に先んじて戦闘が始まっていたが、1758年、ルイスバーグ、デュケーヌ要塞、1759年、ケベック、1760年、モントリオールを次々に陥落させ、大ピットの支援を受けた、イギリスの北米13植民地軍がインディアンと連合したフランス勢力に勝利した。1763年のパリ条約では、欧州では、シュレージエンのプロイセン領有を再確認するに、とどまった。北米大陸では、カナダ及びミシシッピ川以東のルイジアナがフランスからイギリスへ、フロリダがスペインからイギリスへ割譲された。なお、ミシシッピ川以西のルイジアナはフランスからスペインに割譲されている。ここに、フランスは北米植民地のほとんどを失うこととなり、イギリスの大西洋での覇権が確立した。インドでも、フランスのインド提督、デュプレクスの召喚後に、イギリス東インド会社書記、ロバート・クライブ率いる英軍が、フランスベンガルとコー連合軍を撃破して、イギリスのインドでの覇権が確立した。アフリカ大陸西部のセネガルも、フランスからイギリスに割譲された。このように、7年戦争は、南北アメリカ大陸とインド亜大陸における、イギリスの優位を決定的なものとし、パリ条約は、イギリス帝国を完成させたと言われる。イギリスは、この戦争で、カリブ海のマルティニークとグアドループをフランスより一時的に獲得しているが、両島は安価な砂糖を供給するところから、同じ砂糖生産地のジャマイカなどのプランターが、その領有によって砂糖価格が下がることを心配し、国会議員を動かして、両島を放棄することとなった。それと引き換えに得たのがカナダであったが、当時カナダは広大ではあるものの、雪に覆われた経済的には、旨味の少ない荒れ地と考えられていたのである。パリ条約後の大西洋世界プラッシーの戦い後のアジア東インド会社は設立当初から1640年頃までは貿易が主な業務であったが、やがて植民、さらに武力による領土獲得を主とするようになり、1680年代になると徴兵権、主管任命権、土耕に対する戦線、交戦権を獲得した。しかし、プラッシーの戦いの後は、明らかにインド人に対する統治機関へと変貌を遂げた。1764年のブクサールの戦いで、ベンガル地方を制圧し、1765年のアラハバード条約によって、イギリス東インド会社が、ベンガルビハールオリッサの地租徴収権を獲得した。徴税権を与えたムガル皇帝は、その代償として、イギリス政府から年金を受けることになった。1774年には、初代ベンガル総督として、ヘースティングスを赴任させて、首首をカルカッタに置いた。さらに、4次にわたるマイソール戦争は、南インドの3次にわたるマラータ戦争は、中部インドデカン高原の植民地化を推し進めるものであった。フランスはインドからの撤退を余儀なくされることとなり、アジアではインドシナへの転身を図る。1775年フランス人宣教師ピニョーが高知シナに上陸、1802年にはピニョーの援助により、元福英がユエオトとして、元朝越南国を建国した。7年戦争が後世に与えた影響17世紀の30年戦争において樹立されたベストファーレン体制は18世紀中葉には完全に瓦解する。フランスは北米植民地とインドでの拠点を失い、イギリスの覇権が確立する。英領アメリカ13植民地はフレンチ・インディアン戦争後の国王宣言戦に激しく反発し、さらに、この戦争の戦費を植民地人に負担させるため、英本国政府は13植民地に対し、砂糖法、飲酒法、タウンゼンド諸法、茶法などの諸税を課そうとした。これがアメリカ独立革命の原因となった。北米大陸におけるフランス人勢力が一掃されたことによって、かえって英領植民地は本国からの安全保障を必要としなくなってしまい、これがアメリカ独立を促した側面がある。ルイ15世、ルイ16世統治下のフランスでは、度重なる外政の戦費と中央集権の求心力を維持するための豪華な公開パフォーマンスと化した王家の生活などによって財政事情が極めて悪化した。逼迫した財政状況を打開するためそれまで税制優遇を受けていた貴族層から新税を徴収しようとして、市民層からの支持を取り付けようと三部会を召集したことがフランス革命勃発のきっかけとなった。1777年のサラトガの戦いに13植民地が勝利するとイギリスとの植民地戦争に敗れたフランス、スペイン、オランダが相次いでイギリスに宣戦布告し独立側に立って参戦した。さらにロシアのエカチェリーナ2世の提唱する武装中立同盟がロシア、プロイセン、ポルトガル、スウェーデン、デンマークによって結成され、イギリスは国際的に孤立していき、最終的には1783年のパリ条約でアメリカ合衆国の独立を承認した。これはイギリスにとっては手痛い敗北となった。戦略的には本国から 4800km 離れた戦地に兵員、物資を補給しなければならず、戦術的にもイギリス兵の多くが新大陸での戦闘に不慣れで地の利を得なかったという点もあるが、主要国のすべてがイギリスの潜在敵となり得る国際環境こそが敗北の要因だったのである。1783年9月の段階でイギリスは2億4290万ポンドもの戦時債務を抱え、神聖ローマ皇帝のヨーゼフ2世からは、もはや富も力もなく、デンマークやスウェーデン並みの二流国に過ぎないと酷評されるほどであった。この時期のジェームズ・ハリスの活躍は英国外交史上極めて重要である。ハリスはマドリード、ベルリン、ペテルブルク、ハーグの公使を歴任したが、最初の任地では海外領土フォークランド諸島をめぐって対立したスペイン相手に強硬策をとって譲歩を勝ち取った上で戦争回避に成功。その外交手腕はヨーロッパ外交界に鳴り響いていた。晩年のフリードリヒ2世とも対等に渡り合い、アメリカ独立戦争に際しては、ロシアのエカチェリーナ2世に直接働きかけ、その敗北によって孤立する祖国イギリスをギリギリのところで支えたと言われる。また、従来よりイギリスでは外交問題を専門に扱う大臣、省庁の必要性が意識されていたが、アメリカ独立への対処の失敗を踏まえ、1782年、外相自身と8名のスタッフからなるイギリス外務省が創設されている。ジェームズ・ハリスより外交について薫陶を受けた首相ウィリアム・ピットが登場したのもこの時期である。ショー・ピットが目指したのもヨーロッパ国際社会における孤立からの脱却であり、また経済の立て直しであった。ピット政権は対仏関係を修復し、ハーグ駐在公使のジェームズ・ハリスはオランダにおける英、仏、広の勢力争いを制して、フランスを逆に孤立させ、1788年、オランダ・プロイセンとの間に三国同盟を結んだ。ピットは一方で軍艦を新規に建造するための予算を議会に要求、その承認を得て海軍力を増強している。トラファルガーの海戦イギリスは当初フランス革命に対して不干渉の立場をとっていたが、ルイ16世の処刑をきっかけに、第1回、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征の際の第2回、ナポレオンの皇帝即位の際の第3回、ナポレオンのロシア遠征失敗後の第4回の4度にわたって、対仏大同盟を結成し、同盟において主導的立場に立った。第1回大同盟は、英首相ピットの提唱によるものであり、その実現を可能にしたのが、ピット氏の黄金と呼ばれる、イギリスが同盟各国にばらまいた援助金であった。ただし、にもかかわらず同盟国側は足並みが揃わず幾度となく同盟は廃棄された。他方、ヨーロッパ大陸制圧後のナポレオンはトラファルガー海戦の敗北の後、大陸封鎖令を出してイギリス封じ込めを企図したものの成功しなかった。最終的にはライプツヒの戦いに敗れたナポレオンが退位、ウィーン会議が開かれ、ブルボン朝が復活する。途中、ナポレオンの100日転下もあったが、再開されたウィーン会議では、フランス外相タレーランが正当主義を主張、ヨーロッパの秩序はフランス革命以前の状態に服することとなった。この間イギリスは、新興国アメリカとの間で、英米戦争を戦っている。1814年には首都ワシントン DC を占領するに至っているが、ヨーロッパにおける戦争の帰趨が決定的に重要であり、新大陸での戦いは二の次であった。この戦争は決定的な勝敗を見ることなく終結した。ナポレオン戦争はまた、世界的にはイギリスの覇権をより強固なものにする契機となった。オランダが革命フランスの勢力下に置かれたため、イギリスは、ケープ植民地やセーロン等、東、インドなど、オランダ植民地を次々に占領した。イギリス船は、オランダ商館が置かれた長崎にまで来航し、フェートン号事件を起こしている。ウィーン議定書によって、東インドはオランダに返還されたが、セーロンやケープ植民地は返還されず、イギリスは1815年セーロン島内陸部のカンディ王国を征服して、セーロン植民地を成立させた。なお、フランス革命で奴隷制度は少なくとも理念の上では廃止された。1807年にはイギリスやアメリカでも奴隷貿易が廃止され、公式の場ではそのように表明されたが、密貿易は依然続いたと言われる。この一連の構想では7年戦争によってイギリスの優位が明らかになった。大英帝国の成立である。一方のフランスは北米植民地とインドでの拠点を共に失い、国内では絶対王政の行き詰まりが明らかとなって、フランス革命以後パリコミューンの終結に至るまで政治的激動の時代が続いた。議会の承認により税収のほとんどを軍事費に投入できたため議会が保障するイギリス国債の信用が高く、臨時の資金調達能力も優れていたため、アンシャンレジーム下のフランスでは徴税権を持つ貴族が多く、国庫収入が少なかったためすなわち、イギリスの戦費調達能力がフランスのそれを大きく上回っていたとみなすことができる。加えて、フランスがユトレヒト条約などに見られるように、王権に対する執着が強く、冷静に国益を見据えた外交政策を持たなかった点も指摘できる。いずれにせよ、19世紀のイギリスの覇権は、人、金、物を迅速に集めることに成功したイギリス議会や関係省庁の存在によってもたらされたものであることが複数の論者によって指摘されている。この後イギリスはベストファーレン体制が介護のヨーロッパにおいて北方及び東方の覇権を確立したロシア帝国との間でグレートゲームと呼ばれる長い抗争を繰り広げることとなる。これは主に中央アジアの覇権をめぐるイギリス帝国とロシア帝国の間の長期にわたる敵対関係と戦略的抗争を指しており、アーサー・コノリーが命名した言葉と言われている。初期のグレートゲームは一般にはナポレオンのモスクワ遠征後の1813年頃から1907年の英露協商までの期間を指している。ロシア革命以後、英露は再び敵対することとなったが、初期ほど対立の度合いは激しくなかった。ありがとうございます。